聴覚障害者。聴覚障害者とは、聴覚に障害がある、耳が不自由な人のことである。聴覚障害者は、身体障害者のうち、聴覚器に感覚鈍麻を生じる、感覚器障害者の一種である。聴覚障害者には、老者、老者のほか、軽度難聴から高度難聴などの難聴者、成長してから聴覚を失った、中途失調者、加齢により、 聴力が衰える老人性難聴者が含まれる。健常者及び聴覚障害を持たない障害者のことを総じて聴者、または健聴者と呼ぶ。聴覚障害者のうち、老者の定義は多義的である。一般には、音声言語の基本的習得前に重度の聴覚障害を持ち、補聴器の送用を行っても音がほとんど聞こえないか 識別困難で主に手話を使って生活する聴覚障害者を言う。老者は県庁舎や南庁舎と異なる独特の老文化を形成していることがある。漢字の老を分解すると蒸気のように竜、耳になることから、日本では辰の落としシが聴覚障害者の象徴として使われており、全日本老和連盟をはじめ一部の聴覚障害者団体のシンボルマークに 用いられている。聴覚障害者は、情報障害者あるいはコミュニケーション障害者の一種で、あるとも言える。これは、聴覚、音声による、情報取得や、情報伝達というコミュニケーションに困難を生じる、障害と言えるから出る。聴覚障害者は、一般的に外見から障害者と判断され、憎く、第三者から障害の有無や程度を判別することが、難しい、見えない、 障害の一種である。身体障害者手帳の取得できない軽度聴覚障害者も多いが、重度聴覚障害者とは異なった点で不自由を感じていても手帳がないために配慮を求められないケースもある。このようないわゆる福祉制度の谷間と言われる状態にある聴覚障害者はおよそ600万人ほどいると推定されている。聴覚障害の原因には、 先天性不予症候群や遺伝による先天性と様々な原因による後天性がある。後者には病気、流行性自家腺炎、外耳炎、中耳炎、内耳炎、ベニエール病など様々、薬の副作用、ストレプトマイシンが代表的、点滴の副作用、長期間にわたる重度騒音や頭部への衝撃、精神性ストレスによる突発性難聴、 カレーなどがある。機能性難聴、心因性難聴は聴覚障害に含まれず、精神障害に区分される。一般的に聴覚障害者は聴覚以外に身体的欠陥はないが、重複障害を持つものもある。例えば、重度難聴者、老者の場合は、音声機能障害を併発することがある。また、 聴覚障害の原因が内耳疾患の場合は平行機能障害を併発することがある。聴覚障害のタイプには電音性と感音性と混合性がある。電音性は内耳までの間の音を伝える経路に原因がある場合で、感音性は内耳から奥の聴覚神経や脳へ至る神経回路に問題がある場である。混合性は 伝音性と感音性の二つが合わさったものである。さらに、両方の耳に同時に症状が現れる両側性、難聴とどちらか一方の耳にのみ症状が現れる、人側性難聴に分けられる。なお人側性難聴かつ逆側の耳が顕聴の場合、もしくは逆側の耳が軽度難聴場合、この場合は両側性に分類される日本の現行制度では、 難聴はセンサー機能について述べ、聴力は聞く能力について述べていると言える。つまり、ある特定の聴覚神経が欠けていると、その波長の音は聞こえない。一方、聴力は聞き取る能力が低下したりする場合に言う、大きな騒音環境にいて、 一時的に聞こえの能力が低下した場合は、聴力低下という。医師の診断に基づき、主に言語聴覚士によって、各種の検査、評価、訓練、指導がなされる。聴覚障害の程度は、医学的にはデシベルで区分する。デシベルとは、音圧レベルの単位であり、音の大きさが大きいほど高い値を示す。 これにより健康な場合に対しどれだけ聞こえが悪くなったか大きな音でないと聞こえないかが示される。日本では両耳で70デシベル以上もしくは観測耳90デシベル以上かつ検測耳50デシベル以上になると身体障害者手帳を交付される。40デシベル前後を超えると話すのにやや不便を感じるレベルになる。 聴覚障害による身体障害者手帳の取得者は推計24万人である。身体障害者手帳が交付されない40から70デシベルの人たちも含めると聴覚障害者は全体で約600万人いると言われる。そのうち約75%は加齢に伴う老人性、難聴である。世界保健機関では十五デシベルで軽度難聴とし、 成人40デシベル長、児童30デシベル長は、中度難聴として、補聴器の総用を推奨している。また、デフリンピックの参加資格である老者は55デシベル、以上である。日本においても、国際基準同等の障害判定基準に緩和する、デシベルダウン運動が全日本難聴者、中度失聴者団体連合会の提唱で、行われている。聴覚障害の程度は、 五音明瞭度で区分することもできる。日本では単音明瞭度の検査、五音弁別検査で、正当率が50%以下になると身体障害者手帳を交付される。聴覚情報処理障害のように音節明瞭度や了解度に関する正当率が低くても単音明瞭度の結果が良好である場合、2019年現在は聴覚障害と判定されない。 高音明瞭度や了解度が低い場合は、音として聞こえるが言葉として聞き取れない状態である。このような場合は、補聴効果が低いため、補聴器の限界を理解した上で相応する必要がある。平均聴力レベルは次の計算式で求める。日本国内では、労働災害の認定に6分法を用い、身体障害者認定に4分法を用いる。日本国外では、 世界保健機関、難聴及び聴力低下の予防のためのプログラムが示す4分法などが用いられる。いずれも左右別に周波数ごとの最小過調値を代入して平均値を求める。オージオメーターの最大出力でも測定不能である場合はスケールアウトとして最大出力値に5デシベルを加えた値を最小過調値とみなして計算する。 ただし100デシベルの音が聴取できない場合は、実際のオージオメーターの最大出力値に関わらず105デシベルとみなして計算する。ろう者、中途失調者を中心に手話という身振り手振りを用いた非音声言語でコミュニケーションを取る。手話は単なる一疎通の手段として捉えられていたが、言語脳科学での研究で、音声言語と同様に作能で理解されていることもわかるなど、 音声言語と同様に高度な一言語として捉えられるようになった。手話のほか、指文字もコミュニケーション手段として頻繁に使用される。情報保障の一つとして手話通訳があるが、テレビ電話の普及により、手話、指文字が遠距離通信の選択肢の一つに上るようになり、テレビ電話を介した手話通訳も可能になった。補聴器を送用することで会話が可能な、 軽度難聴から高度難聴者の場合、もしくは重度難聴者であっても、音声言語を習得後に聴覚を失った中途失聴者の場合、手話や指文字を習得していない場合が多い。日本では主に老者に話者が多い日本手話と、中途失聴者に話者が多い日本語対応手話の二つが使われる。聴覚障害者は筆記用具を持ち歩いていることが多く、手話等を介さない人とは、 性格を期すため筆談をすることがある。筆記具がない場合には空間に向かって人差し指で文字を示す空書きが用いられる。情報保障として全文をそのままの形で伝える筆談の他にようやく筆記が行われる。遠距離通信には手紙や電報をはじめテレックスやファクシミリなどが使われていたがパソコン通信やインターネットなど情報通信技術の普及後は 電子メールやショートメッセージサービス、テキストチャット、インスタントメッセンジャー、ソーシャルネットワーキングサービスなどが多用されるようになった。NTT ドコモが2017年より音声認識技術を用いてスマートフォン向け見える電話、見える留守電サービスを施行している。日本では主に日本語を用いるが手話との区別のため特に初期日本語と称する場合がある。 軽度難聴から高度難聴者の場合は、補聴器を使用して、音声言語による会話、講話を行うことができる。ただし、カクテルパーティー効果が働かないものや音の方向角が鈍いもの、聴覚補充現象で必要以上の刺激を受けるものなどがいるため、複数人で同時に話さないなどの配慮をする必要がある。電話の場合は、補聴器の磁気誘導コイル。 テレコイル機能を使用するか、骨伝導受話器、音量調節機能付き電話機を使用することで対応できる場合がある。会議、イベント施設によっては、磁気誘導コイル機能を使用する放送設備、磁気誘導ループや、赤外線補聴システム、FM 補聴システムなどの補聴援助システムが使用できることもある。日本では主に、日本語を用いるが、手話との区別のため特に、音声日本語、 と称する場合がある。口形や唇の形を用いたコミュニケーション手段として独身術の一種である独和がある。口和を補助するために独和を併用している聴覚障害者もおり、マスクなどで相手の口元が隠れていると聞き取りが困難になる場合がある。聴覚障害者への情報提供においては視覚情報を提供することが効率的である。日本においては 文字多重放送によるテレビ字幕放送とデータ放送、音声認識技術を利用したリアルタイム字幕放送にいる字幕、文字放送が行われている。アメリカにおいてはクローズドキャプション技術により字幕放送が行われている。聴覚障害者は離れた場所のチャイムやブザーの音が聞こえないことがある。呼び出しの際は手元用受信機で音を鳴らすか。 光や振動などの代替手段で通知をする必要がある。聴覚障害者向けの会話補助用品として、磁気や感圧式液晶パネルを用いた、所持板やホワイトボード、指差し会話カードなどが使われている。聴覚障害者がヘルプマークもしくは耳マークを提示する場合、次のことで援助を求めていることがある。小2の聴覚障害者に対しては、聴力のみでなく、 言語や発達等も含めた総合的アプローチが取られる。具体的には、医師の診断に基づき、聴力確定に必要な各種の聴覚検査、補聴器のフィッティング、聴覚脳言語指導、言語発達の評価が、言語聴覚士によってなされる。さらに、新生児、早期入児に対する聴覚検査や、スクリーニング検査から、確定診断に至るまでの保護者精神面に対する、 支援も求められている。成人においても、主に言語聴覚士によって、各種の聴覚検査をはじめとして、補聴器適合検査や人工内耳マッピング、各種の訓練やリハビリテーションがなされている。国連では2006年に障害者権利条約が採択され2008年に発行した。障害者権利条約では手話を音声言語と同レベルの言語としており、 法制度でも、手話を一つの言語として位置づける国が多くなっている。アメリカでは1990年に新法として、障害を持つ、アメリカ人法、ADA、アメリカンズ・ウィズ・ディセビラティス・アクト・オブ・1990が、制定された。アメリカ社会は、もともと多民族、多言語、多文化社会であることか、聴覚障害についても障害、ディセビラティスではなく、違った。 能力、ディファレントアビリティーズと捉える認識が広まりつつある。1920年に重度障害者の雇用法が制定され、1974年4月に重度障害者の雇用、職業、社会における統合の保障に関する法律、重度障害者法に全面改正された。この当時の障害者施策の方針は、障害による不利益を補填するものであったが、 1990年代以降に障害者差別の禁止と機会の均等をバリアフリー推進へと転換していった。1994年にドイツ連邦共和国基本法、憲法の第42回改正が行われ、障害者差別を禁止する規定が追加された。それに伴い、重度障害者法とリハビリテーション給付関連の法律を統合した。 社会法典9編が成立した。社会法典第9編には重度障害者証明書の規定がある。これは、聴覚障害に限らず、健康上の特徴を示す、証明書として用いられ、公的支援を受けるために必要なものである。1975年に障害者基本法を制定し、政令及び通達をもって運用している。フランスでは、 聴覚障害に限らず、永続的な障害を持つことを証明するカードが発行されている。このカードは、県の特別教育委員会、または、職業指導、職業再配置専門委員会が審査をして交付する。2011年、平成23年7月29日、言語と規定された、改正障害者基本法案が、参議院本会議で、全会一致で可決。 成立し、8月5日に交付された。この改正により、日本で初めて手話の言語性を認める法律ができた。この後、2013年、平成25年には、全国で初めて、鳥取県が手話は言語であることを明確に記した、手話言語条例を制定されるなど、地帯でも動きが出てきている。また2015年、平成27年4月に、 生まれつきの聴覚障害者として初めて議員当選した屋根谷厚子が同年6月22日、明石市議会で初の手話による一般質問を行った。本法で障害者差別の解消を謳っているが当初は実効性を伴うものではなかった。2016年に施行された障害者差別解消法によって行政機関や事業者に 合理的配慮を行う努力義務が課せられた。日本では身体障害者福祉法によって身体障害者等級を定めている。聴覚障害の程度に応じて以下の等級の身体障害者手帳が交付される。以下は身体障害者福祉法施行規則別表第5号の身体障害者障害程度等級表による。 同一の投球について二つの重複する障害がある場合は一球上の球とする。ただし二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは該当投球とする。異なる投球について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を加案して当該投球より上の球とすることができる。五球及び七球の欄には記載がない。 また片側のみの難聴。1、側性難聴は、等級外となるため、障害があっても、制度上は障害者とみなされない。障害者雇用促進法における、聴覚障害者は、以下の通り障害者雇用促進法別表。第2項に記載された程度の永続する障害を持つ、ものが対象となる。同票に記載される、障害の程度は、身体障害者、手帳4級。 または六級に該当することから、雇用主は、身体障害者手帳を持って確認する。ただし、厚生労働省のガイドラインによると、当面の間は、都道府県知事の指定する意思、身体障害者福祉法第15条指定医もしくは、産業医による診断書で変えることができる。聴覚障害者は障害者総合支援法、旧障害者自立支援法によって、自立支援給付と、 地域生活支援事業を受けることができる。特に聴覚障害者に関わりが深い給付。事業は行動援護や自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、自立支援医療費、育成医療、厚生医療、補装具費、補聴器、手話通訳者派遣などである。いずれも身体障害者手帳の所持を前提としているが、 地方自治体単独事業として手帳の取れない18歳未満の軽度、中等度難聴児に対する補聴器購入費用助成事業を行っている都道府県がある。2006年度までは老学校が聴覚障害を対象とした特殊教育所学校として機能していたが2007年度の特別支援学校制度の開始に伴い聴覚障害を 教育領域とする特別支援学校が聴覚障害者に対する教育機関となった。かつては、老学校教諭の免許上の取得が必要であったが、特別支援学校教諭免許上の制度が開始されたことにより、同免許の聴覚障害者に関する教育領域とする免許に変更され、旧老学校の免許保有者は聴覚障害を 教育領域とする特別支援学校教育免許状を保有していると読み替えられる骨抜き規定である点は現在も変わっていないが正式採用後に授与されることは推奨される。なお、聴覚障害者に対する教育は老教育とも呼ばれるが学校教育法上は聴覚障害教育とされ概念的には心身に障害のある幼児、児童または 生徒の教育課程及び指導法を包括したのとなる、この場合の、心身とは、聴覚のことを指す。聴覚障害を教育領域とする免許を取得する、教職課程を設置した大学は、給与後学校免許上に相当する、知的障害者に関する教育領域、死体不自由者に関する教育領域、病弱者に関する教育領域とする三、教育領域とする、 家庭設置校に比べると絶対数が少なく、大学通信教育でも、聴覚障害者に関する教育領域を定めた、免許上の家庭を設けているのは、全国で1校しか所在しない、当該学校では、旧養護学校相当の3領域も当然ながら、取得可能で、養護学校相当3領域か、聴覚障害を加えた4領域のいずれかの取得を、基本とするカリキュラムが蘇生されている。 ちなみに、視覚障害者に関する教育領域を定めた家庭を設置した通信制大学は皆無である。学校保健安全法に基づき、児童、生徒、学生及び教職員は1年に一度健康診断を実施する。検査項目に聴力が含まれているが、一部の学年では省略することができると定められている。 厚生労働省による、難治性疾患克服研究事業の対象に、聴覚障害を引き起こす、突発性難聴と特発性両側性、肝音難聴、メニエール病、自発性内、リンパス水種、ミトコンドリア病が含まれていたが、2009年に追加指定されたミトコンドリア病を除き、特定疾患治療研究事業対象疾患の対象ではなく、個人医療費の公費助成はなかった。 2015年により、ミトコンドリア病は、難病法の対象疾患に指定され、続く2017年に特発性両側性、肝音難聴に、年齢要件が加えられた、若年発症型両側性肝音難聴並びに、自発性内、リンパ水種について指定行われて、難病医療費助成の対象となった。指定難病に含まれない、突発性難聴、メニエール病について、 地方自治体単独の特定疾患治療研究事業として医療費助成を行っているところもある。一定程度の障害を持つ聴覚障害者は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金を受給することができる。障害の程度は、国民年金法仕高齢別表及び厚生年金保険法仕高齢別表第1、第2並びに障害認定基準。 第2章併合等認定基準による。詳しくは、障害年金を参照。労働災害が原因で、聴覚障害を負った場合に労働者災害、保障保険法によって保障がなされることがある。国家公務員災害保障法及び、地方公務員災害保障法に規定する、公務災害の場合も同様である。雇用主は、労働安全衛生法に基づき、 騒音作業に従事する労働者の雇い入れ時と配置転換時及び6ヶ月に一度の定期健康診断時に聴力検査を実施する。また、雇用主は常時騒音作業に従事する労働者に労働衛生教育を実施する義務を持つ。騒音作業に従事しない労働者に対しては雇い入れ時及び1年に一度の定期健康診断時に聴力検査を実施する。 聴覚障害者の補助を行う聴導犬は身体障害者補助犬法の適用を受ける。詳しくは聴導犬を参照。日本では運転免許試験のうち適正検査の合格基準に満たない補聴器等を創用せずに10メートルの距離から90デシベルの軽音機の音が聞こえないものを道路交通法上の聴覚障害者としており、1973年以前は 結核自由に該当するものとして、聴覚障害者の運転免許取得が認められなかった。1973年から補聴機等を操用して10メートルの距離から90デシベルの軽音機の音が聞こえるものに対して、補聴機等を操用することを条件に、第一周運転免許を交付するようになった。2008年より蒸気条件を満たせない重度の聴覚障害者の場合、 特定合図紙鏡等、ワイドミラー及び補助ミラーを装着した車両図、聴覚障害者標識を表示する条件を付して、普通自動車及び準中型自動車免許の交付が行われるようになった。聴覚障害者標識を表示すべき場合、身体障害者標識や国際シンボルマーク、高齢運転者標識などで代用することは認められていない。また、 聴覚障害者標識を表示している場合であっても、初心運転者標識の表示を省略することはできない。逆に特定号映し鏡等条件が付されていない。聴覚障害者が聴覚障害者標識を表示することに対する罰則は規定されていない。補聴器使用の条件が付された免許を取得している。聴覚障害者が特定号映し鏡条件を追加する場合は、 各都道府県の運転免許試験場で条件変更の審査、臨時適正検査を受験し安全教育を修了する必要がある。2012年に原動機付自転車と小型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車の各免許区分の合格基準から聴力要件が撤廃され、当該免許区分に関しては補聴器登場券や特定後移し鏡登場券が不要なった。 2016年にはさらに規制緩和が進み、補聴器条件を付した上で、第2種運転免許を交付されるようになった。第14条、第2項には、目が見えないもの以外のもの、耳が聞こえないもの及び精霊で定める程度の体の、障害のあるものを除く、は、精霊で定める杖を携え、または、精霊で定める用具をつけた犬を連れて、道路を通行してはならない。 と定められている。道路交通法で耳が聞こえないものが傾向する杖は白色または黄色とされており形状や材質に関する定めはない。聴覚障害のことを耳が遠いと表現することもある。また日本の古文では耳かたしと呼ぶこともあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。